にちは。未来チャンネルへようこそ。ナビゲーターの伊礼彼方です。未来チャンネルとは、舞台芸術を未来につなぐ基金、略して未来基金の賛同人たちで作る YouTube 配信プログラムです。舞台の教育バラエティをテーマに、知っているようで知らなかった舞台のあれこれを学んでいきましょう。舞台芸術と未来のこと、この基金の賛同人、そして今未来チャンネルをご覧になっているあなたと一緒に考えていけたら嬉しいです。まずは今週の基金報告をさせていただきます。今週までの寄付金の合計は3597万1964円です。寄付してくださった方々の人数は2851人です。多くの方のご寄付とご支援、この基金に関わる者一同、心から感謝しております。本当にありがとうございます。今週のレギュラー番組を紹介いたします。水曜コーナー未来につなぐトークでは、演出家で神奈川芸術劇場の芸術監督白井明さんをゲストにお迎えして、その演劇史の出発点と芸術監督に至るまでの流れを伺います。木曜コーナー未来につなぐレッスンは、藤岡正明さんによる歌のレッスン最終回として、実際のレッスンの模様をお届けいたします。金曜コーナー未来につなぐギルドでは、舞台のカメラマン岩村美香さん、日崎智子さん、岩田恵里さんの3名にお集まりいただき、その魅力に迫ります。今週は未来チャンネル最初のホスト3名の最後の週です。来週からは新たなホストを迎えて、また違う角度から舞台芸術の魅力に迫っていきたいと思います。